今回は、まあね、ここの、肘掛け、やっぱ、長距離ドライブすると、やっぱ肘掛けが欲しいんですよね。この車、クルーズコントロールがついてるので、結構快適には運転はできるんですけど、やっぱり長時間運転すると、やっぱ肘掛けが欲しい。前まで乗ってた車は、ここにね、肘掛けがあったんで、便利でした。ジムニーは、ドア側の方には、一応ついてるはついてるんですよね。ちょっと狭い。4センチぐらいの、あれはついてるはついてるんで、まあ、できなくはないけど、やっぱりちょっと不便かなっていうところがあるので、やっぱり新しいの何かいいのがないのかなっていうので今回購入したのがこちらです。中身をね出していきますよ。こういう感じのやつですね。本当にセンターコンソールに置くタイプのやつです。横から見るとこうかな。ここにセンターコンソールで、これ両面テープがついててっていう風ですね。後ろ側にドリンクホルダーもついてると。天板っていう言い方変だけど、まあ上のところは革になってますね。多分合皮だと思いますね。多少のクッション性がありますね。こちら側にスイッチがついてまして、押すと開く感じですね。外れるね、これ。外れるわ。カーボン製のトレーがついてるのかな。ゴムの滑り止め。外し方がわからないけど、外れるのかな。外れない。外れないね、これは。外れそう。あ、外れるね。外れる。まあ、掃除が楽になるような。カーボン調の裏が滑り止めになってる。中はこんな感じですね。掃除しやすい感じ。で、ここも、まあ、傷もつかないっていう感じかな。まあ、滑り止めになってるのかな。両面テープがついてますけど、二つあって片側だけですね。だから前方側だけが下と三面に対してあるっていう感じですね。後ろ側にドリンクホルダーがついてるっていう感じですね。後ろ側もドリンクホルダーなんだけど、取れねえな。取れねえけど同じように、こうカーボン調の滑り止めっていうのかな。まあ、傷防止みたいなのがついてますね。画面はこんな感じ。な感じですね。はい、じゃあね、ちょっとこのまままだついてる状態ですけど、セッティングしますね。上に跳ね上げることができて、まあ、普段は邪魔にならないような感じ。気持ち当たるぐらいかな。高さ的にはちょっと高いぐらいかな。このドア側の肘掛けよりも少し高いぐらい。まあ、あと、どれだけ前に出すかによって邪魔になるかどうかですよね。これぐらいがちょうどいいかなと。本当に真ん中に置いちゃうんで、シフトチェンジですよね。は、まあ、全然邪魔にならないし、シフト上げるときが、ちょっとこっち側に行くから、まあ、多少邪魔になりますね。なんで、上げて、こうやってやれば、まあ邪魔にはならない。サイドブレーキを引くときが、必要ないときは上げて、こう使って、で、必要なときに下ろすと。こちらですね。使うときに、まあ、ここからこう取るとか、こう取るとか、なんかちょっと邪魔だから上げて、ここを取る。例えば携帯電話とかですね。携帯電話をここに置くと。で、こういう風にする。跳ね上げて、取る。まあ、置いてあって携帯を入れようとすると、こういう感じか、外側から行くか。出られなくはないけど、ちょっと不便かなと。なんで上に跳ね上げて使用するっていう感じでどうですかね。まあ主な使い方になるかなと思います。あと上から力をかけた時、まあ、使い方としては間違ってるんですけども、お尻を上げたとしてもしっかりしてますから大丈夫ですね。ただここの先端の部分を下げようとするとしなるのであまり良くないかなと。左右の振りの方がよろしくないかなと。ぐらつくっていう感じですね。今助手席は一番後ろまで下げてます。一番後ろまで下げた状態だとこれぐらい。普段使いですよね。運転席側と並べてやるとだいたいこの辺りですね。気持ち頭の部分が出る感じですね。普通に操作して邪魔になることは多分ないかなという感じですね。そもそもこのセンターコンソールが、この買った肘掛けがぐらつくのではなく、このセンターコンソール自体がぐらつく感じですね。はい。で、前側はしっかり止まってるんですけど、この後ろ側ですよね。このドリンクホルダー部分が少し揺れる感じですね。センターコンソールから揺れる感じですね。まあ、そもそもそういう構造なので、
太陽には基本的に降らないっていう使い方がいいのかなと思います。携帯とかが入るのかな。あ、ちょうど入れますね。ちょうどこの水筒が入るぐらいです。後部座席用ですね。前席の人が使うようなそういう感じの仕様にはなってないですね。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。